コズミックイラ71オーブ視聴国ボノゴロ島。地球連合とオーブ両国が激戦を極める戦火の中を、家族と共に避難するシン・アスカの姿があった。その戦闘のさなか、一機のモビルスーツが放った光の矢が、シンから一瞬にして家族を奪い去った。悲しみの矛を上げるシンが、その圧倒的な力に対し、弱冠14歳のシンはあまりにも無力であった。それから2年、エルフォーコロニー。これから決め、だが、一人ではと、残念ながら、私にはそ、君にならできるさ。差し当たっては、はい、シン。戦に近い訓練、甘く見るなよ。やめろ！いけー！
よし、始めるぞ。落ち着いていけよ。しくな。ヘリオポリス内部で敵と戦闘に入った。コイン、第一戦闘配備。モビルスーツ隊、発進だ。奴らが来るぞ。抜かるなよ。
思った以上に腕を上げてるな。作戦成功だ。敵と戦闘に入った。フォイン第一戦闘配備。モビルスーツ隊発進だ。いろいろ大変だな。俺たちもやること多くて。発進、沈め、沈め。成功だ。